初めまして。今回映画ビターサンドで吉原明人役を演じさせていただきました井上裕貴です。よろしくお願いします。まず自分で進行するということなので、映画ビターサンドの出演を決めたきっかけは、オーディションを受けさせていただいたのがきっかけで、もう今からで言うと3年弱ぐらい経つんですかね、オーディション受けたのは。でオーディションで決めていただいてからクランクインしたのが半年後とかだったんで、なんか今考えると、すごいなんか感慨深いですね。こうやってなんか公開に向けてこういう風に取材とかしていただいてるのが感慨深いぐらい前、結構前ですね。はい、それがきっかけでした。高校生の時から抜け出せていないと思うところは、また卒業や成長したと思うところは、成長、卒業や成長はちょっと分かんないけど、抜け出せていないのですぐ思い浮かんだのは朝が弱い。これ高校生の時とかも関係ないですね。ずっと弱い、弱いんですよね。弱いというか嫌い、あの朝がやっぱり好きじゃないですね。朝をゆっくり過ごしたいのに、ゆっくり過ごせない時間に起きちゃう自分が嫌い、抜け出せてないです。高校時代はやっぱり、まあ、あの高校って週に1回ぐらい、なんか午前中昼過ぎとかに終わる曜日があったりするじゃないですか。なんかしたんですよ、僕の高校は。でその時週1であるんで、その週1でちょっとこう仲間とか友達と、まあ、ボウリング行ったりカラオケ行ったり、あの夕方まで授業がある時にはできないようなことをその週1の日にするのが青春だったなと今は思いますね。その時は当たり前でしたけど。印象深い再会の経験か。あ、でもやっぱりあの転校とかあるじゃないですか、高校時代。もう高校だけじゃない、小学校からずっと小中高って転校していく友達がいたり、逆にこう転入してくる友達がいたりあって、転校してった友達、中学校の時に転校してった友達と高校の時にあのばったり、何であったんだっけ、なんかでも学校の行事の一環で久しぶりに会った時は、でも結構仲良かったんですよ。会った時はやっぱおーってやっぱ感動しましたね。印象深い再会でした。塗り替えたい、消したいと思う苦い記憶はありますか。あります。あの僕ずっと高校生まで、あの母親にお昼お弁当作ってもらってたんですよ。なんか学食みたいなのがなくて、ずっと高校までっていうか、まあ中学校とか小学校はありましたけど、高校がなくて、だから毎日お弁当作ってもらってて、それをたまにやっぱりお腹いっぱいで食べれなくて残しちゃったことがあって、で今一人暮らしし始めて社会人になって、こう朝あの時間のない時に作る大変さとかを経験すると、何をしてたんだ俺はと思っちゃいますね。ちょっと塗り替えたいというか、やり直せるならやり直したいって思う記憶の一つですかね。今一番向き合いたいと思うことは何ですか。これはまあお仕事ですかね。やっぱりお仕事っていうのはざっくりしすぎなのかな。まあお芝居、まあ、やればやるほど楽しいし、その分課題も見つかって、もっとやってみたいっていう思いが今強いんで、それを自分なりに追求していけたらなと思います。暴きたい、明らかにしたいと思うことはありますか。割と暴いてきたし明らかにしてきたんでてかまあ気になること聞いちゃうんで、でもあんまりないじゃないんですけど、あでもなんかないです。全然思い浮かばなかった対人関係で大切にしていることは何ですか。なんかこんな感じで聞かれるの初めてですね。対人関係で大切にしていることですか。まあでもその親しい中にも礼儀ありっていうじゃないですか。だからこのありがとうって思ったら感謝の気持ちをやっぱ伝えることもそうですし、そういう当たり前のことをこうなんかおざなりにしないようにっていうのは
ずっと意識してますね。感謝とか忘れないようにしております。はい、映画ビターサンド、6月25日より全国順次公開させていただきます。まあ、見どころといったら、本当題名にもある通りかなりビターなシーンというか内容が結構メインになってくるんですけど、その中でもこうポスタービジュアルにも、ね、あるように相関図をきっかけに始まる、お話だったりはするんですけど、こう過去のこう自分の中で忌まわしいなんかことだったり、あんまり振り返りたくないなっていうことに対して、やっぱり人間誰しも、嫌なことは嫌じゃないですか。でそこに向き合っていくっていうのもすごく、気力もいるし、できれば避けていきたいことだとは思うんですけど、こう一歩それに向けて向き合うことによって、踏み出すことによってなんか変わることってたくさんあると思うんですよ。でそんなこう小さな一歩から始まる主人公のアキトだったり、そこに出てくるキャラクターたちのこう心情の変化だったりを感じてもらえるんじゃないかなっていうと、ちょっと自分もじゃあ一歩踏み出してみようって思っていただけるんじゃないかなと思うので、そんなところをぜひ注目してみていただきたいなと思います。昔の嫌な記憶って今でも覚えてるもんかな。久しぶり。話したいことはたくさんあるんだけど。ちょっと待った。現代の情報ツールの全てを駆使したからな。はあ、何にあかんねえこと言ってんの、キモいんだけど。忘れたわけじゃないよね、あの時のこと。もう何も思い出したくないの。無理やり忘れたふりするぐらいならちゃんと終わらせたくて。何かが変わるかもしれない。いいね、その覚悟。いつだって仲良く思い出話語って終わるわけにはいかないんだよ。今回の同窓会で全てがひっくり返る。高3の時黒板に書かれてた相関図だよ。まだ私のこと苦しめたい。お前が7年前覚悟を決めたあの時と同じ顔してるよ。記憶を塗り替えるためにだよ。もうタイトルも考えてある。ビターサンド。どういう意味？